その後もう成績をガンガン残されてメジャーリーガーになられましたから、ね、という岩本さんの今日は誕生日、ね、バースデーメモリー語ってくれました。初球狙ってライトに上がったディクソン、ランナーついて佐藤北愛斗、同点のホームに帰ってきました。スパンジェンバーグ同点の犠牲フライ、連続ヒットからスパンジェンバーグ犠牲フライ、まあ、今のねこの強引な打ち方を見ていると、ボールアウトが奪えなかったという6回表のピッチングでした。これ出ていくピッチャーも嫌やろな。さあ今日は左中間スタンドに陣取ったペッパー君、今日動かないんですが、今日あのルーフオープンデーということで練習の時間帯に屋根が開いていたんですが雨で濡れてしまったというペッパー君で、今日は今調整中ということで、今日は動きはないということを聞いています。6球目カーブ、これがいっぱいに入りました。長打コース、中村はセカンド回って止まります。方向を意識した 打撃っていうのが、はい、結構マリーンズははっきりしてるというかね、今日の2球を攻略するにあたって、まあ、自身プロ初被弾ホームランを打たれましたが、2回に1安打を許した後3回から7回まで完璧と、今はスイングになりました。もしれませんが、まあね、打ちに行った中で避けようとしたらああなっちゃったって感じですけれども ね、やっぱ手首返ってるからスイングに取られちゃいますね。5月に入ってからはこれが4投目、右方向はバントヒットを狙ってタッチに行った。今どうでしたかね、切れてその後タッチだったかファールボール。本人はアウトかと思って一旦ベンチに帰りかけましたから、ベンチからファウルファウルという声が聞こえて、まあ、一旦もう一度滑り止めをつけようというところで、この回は9番からですが、なかなかいいピッチャーが出てくる中でこういう仕掛けっていうのは野口さんどうでしょうかね。山田非常にいいと思いますね、はい、